ミューズクステックスで組み版したポアドゥのブランドのリュートフとそのタブラチュアップ表記。ミューズクステックスはダニエル・トーピンが開発したテックスによる楽譜の組み版を可能とするオープンソースのマクロ及びフォント集である。テックスで用いることより日本語表記も可能である。入力する文法をより簡潔に行うことができるプリプロセッサとして PMX がある。また、 歌詞の取り扱いを容易にする PMX のプリプロセッサ MTX がある。TEX による最初の楽譜組版マクロは1987年に現れたミューテックスである。これは一段の楽譜を作るのが限界であった。1991年にダニエル・トーピンが多段譜を可能とするミューズグテックスを作ったが、これには水平方向の間隔に問題点があった。 ミューズグテックスはコンパイルの回数が1回のパスであった。1997年にはこの位置の問題を訂正したミューズックステックスが登場した。これには水平方向の間隔を調整するためのミューズックスフルックスというアプリケーションが含まれている。これにより学服見判は3回のパスが必要である。例えば、フーテックスならとする。 2003年8月26日、ミューズックステックスの作者であるダニエル・トーピンが、アルプス登山の最中に、自己死した。ミューズックステックスの開発は、ダンシモンズ、クリスチャン・マンドラップ、コーネリアスー、ノーク、ジーン、ピエール・クーローンといった開発者に引き継がれ、バグフィックス、拡張などが行われている。ダニエル・トーピンによる最後のバージョンは、T112 であったが、 2019年9月1日、現在の最新版として T129 まで拡張されている。T115 からイプシロンテックスに対応するようになった。最初にテックスファイルをテックスでコンパイルすると FooMX1 が作成される。このファイルには楽譜の段の間隔や線の長さといった情報が含まれる。次に m u s クスフルックスを行うと、これは表紙から 音符の間隔を決定し、その情報を FooMX2 に記録する。最後に再びテックスでコンパイルすることより、感覚が調整された楽譜 FooDVI が完成する。一度作成した楽譜全体の水平方向の間隔を修正するには FooMX2 は削除してからの3パスが必要である。反 ウェン・ニン・ハストやニー・ウェン・ウィゼンは1995年にミューズクステックスのプリプロセッサープロジェクトを立ち上げ、翌年の1996年にはミューズクステックスを基調とする新しい楽譜自動作成プログラムリリーパンドを作ることを決めた。ありがとうございます。